収容以前の SCP-769JP。アイテム番号 SCP-769JP。オブジェクトクラスケテルユークリッド。特別収容プロトコル SCP-769JP 及び SCP-769JP-1 はサイト81の標準収容コンテナに保管されています。SCP-769JP が活性化し、SCP-769JP-1 が射出された場合、SCP-769JP-1 に取り付けられた発信機を元に追跡を行ってください。生命体に SCP-769JP-1 が着弾した場合、その犠牲者を回収します。その他、SCP-769JP-1 が着弾した生命体に何か問題がある場合、レベル3以上の職員の指示を仰いでください。ホイ1事案以降 SCP-769JP が活性化することは当面の間ないと考えられます。説明、SCP-769JP は異常性を有した弾丸射出装置です。対象は年、1970年に奈良県で発見され、起源や作成者は分かっていません。全体部が錆びついているにもかかわらず、対象は極めて頑強です。2000年現在、有効な破壊、断層の取り外し、合成している金属のサンプル採取は成功していません。また、活性状態でない SCP-769JP を手動によって起動させる方法は未発見です。SCP-769JP はその内部の断層に、未知の方法で SCP-769JP-1 を生成します。SCP-769JP-1 は木製の球状物体であり、容易に破壊が可能です。また、口述の、射出、された場合を除いて、SCP-769JP の断層から20センチメートル以上離れると SCP-769JP-1 は消失します。この性質のため、SCP-769JP-1 の詳細な検査はなされていません。射出や消失等によって断層内の SCP-769JP-1 の数が減少した場合、断層内に同数の SCP-769JP-1 が生成されます。2000年現在、断層内の SCP-769JP-1 の総数は68個であり、そのすべてに追跡用の特殊な小型発信機が取り付けられています。SCP-769JP は不定期に活性化し、SCP-769JP-1 を射出します。SCP-769JP から射出された SCP-769JP-1 は、軌道が変化する、物質を透過する、速度の減衰が起こらない、といった、物理的法則を無視した動作をします。この異常性は、非常に小型の物体であれば、取り付けられた発信機のような異物にも作用します。これらはあくまで SCP-769JP から射出された場合に発現し、その他の方法では現れません。SCP-769JP の活性化は不定期と考えられますが、短時間の連射は確認されておらず、最低でも射出された SCP-769JP-1 が生物に着弾するまで、新たに SCP-769JP-1 が射出されることはないと推測されています。射出された SCP-769JP-1 は数分から数時間飛行を続けた後、哺乳類を発見すると、その哺乳類に着弾します。最初に発見した哺乳類が優先されるわけではないことから、SCP-769JP-1 は何らかの理由をもって着弾対象を選択していると考えられます。着弾後、ほとんどの場合着弾の衝撃によってその生物は即死し、SCP-769JP-1 は死体内で急速に、孵化、します。以下、発生した生物を SCP-769JP-2 と表記。SCP-769JP-2 は未知の昆虫です。姿はカブトムシ、学名トリポキシルスディコトムスの幼虫とよく似ています。しかし、食性は肉食です。SCP-769JP-2 は犠牲者の内臓や筋肉を食べ続け、死体内で2日から3日を過ごします。その後、SCP-769JP-1
には死体内でサナギ化します。回収されている JP2 のサナギはすべてカブトムシの雄のものであり、2000年現在、それら農家の様子は見られません。SCP-769-JP の活性化阻止。SCP-769-JP-1 の生産阻止。射出された SCP-769-JP-1 の運動の停止。の方法は未発見です。これらの要因から、対象ハケテルへ分類されました。ホイ1以前。ホイ1982年9月1日午後1時24分、SCP-769-JP が活性化し、SCP-769-JP-1 が射出されました。射出された SCP-769-JP-1 は、サイトに収容されている SCP が作り出す異空間に突入し、2000年現在も進行を続けています。SCP-769-JP-1 に取り付けられた発信機から異空間内部の有効な調査が可能となりました。この事案以降、SCP-769-JP は活性化していません。環境作動の異常性は現在も有していることと、万が一の再活性化を考慮し、対象はユークリッドに再分類されました。閲覧にはレベル3以上のセキュリティクリアランスが必要です。アクセス承認。ホイ1の SCP-769-JP-1 の進行方向を計算したところ、約、億年のちに異空間内の地点 A に到達することが確認されました。地点 A には極めて巨大な人型実体が存在することが判明しています。